トーナメント、まあ自分のね対戦相手、1回戦の相手最後選手は今日いなかったけど、まあまあ俺の意気込みはリング上で言った通り、1回ちょっとね、ちょっと宮原健と行かせすぎてるから、この現状なんとかして止めないとつまんなくなっちゃうんで、つまんなくなると俺は思ってるからね、それを変えるためにはまず仙台1回戦再領地突破して、勝ったことない相手だけど勝てば一気にいける気がするんで、仙台大会まず勝って、今日いるメンバー誰が勝ち残ってるか知らないけど、そいつらも全員倒して優勝したいなと思います。いいよ、腹立ってくるよね、どいつもこいつも若いやつが、お前、お前怖くないから先輩だからって、お前舐めてんのかお前、ただね、ここまでね、みんなはね、もうはっきりね、側持ってやってるっていう以上はね、こっちだってさ、いろいろね、好き勝手やったっていいんじゃねえかなって、ね、ぶっ潰しに行ったってさ、潰れねえぐらいまでですね、成長してると思うんでね、ただ俺自身もさ、ね、このままね、もう老いていくっていうわけにはいかないんだよ。俺自身がさ、シングルプレイヤーとして、ね、もう一回頂点目指す、そういう気持ちで、ね、この王道トーナメントに臨むんで、そのためにはさ、やっぱしさ、ギラギラしたものも必要だしさ、だから物投げたっていいわけだよ、相手ぶっ壊すぐらいの勢いで行った方がいいんじゃないかな、今の俺には。で、どん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 、より進化したさ、暴走ファイトっていうのかな、その完成形が、ね、そろそろ作んなきゃいけないのかなと思うな。まだまだね、これからが全盛期だ、全盛期の、ね、暴走ファイトこれ目指すしかないな、それだけ、あと目の前に立つやつは、ぶっ潰していかなきゃね、もうここでこれだよ、ね、まだまだ全日本プレスラマリと思わせて、ね、いきたいと思いますよ。ディラン、ディラン、ここが一つ目の山場になると思ってるんで全力でやります。自分の、モットーというか、いつも試合やるとき考え方なんですけれどね、優勝というのもあるんですけど、一試合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 を確実に大切に勝っていく、おのずと優勝するんで、以上です、ようやくこの王道トーナメント始まりますね。もう全員敵ですよ、サバイバル、生き残った者が強い、俺はその自信がありますよ、決勝絶対いける、そして優勝して全日本プロレスに新しい景色俺が見せます。あのスーツ着ての会見でも言った通り、僕はこの一言だ、スワマ越えだ、おい、臭いセリフだ、むちゃくちゃ臭いセリフだけど、そういうの嫌いじゃない、ただあんたの方には宮原健人がいる、俺はチャンピオンカーニバル決勝であの人に負けてるんだ、それで歴史はまた宮原健人の方に動いてしまった、だから野村直哉に上がってほしい気持ちもあるが、宮原健人、今度は俺がお前を止めて、俺が歴史を作ってやる。ね、唐突だったからね、ちょっと、あいつ本当ね、分かってんのかなと思うよね、今までのこのガオラの流れ、俺が今作り上げてるガオラの流れを分かっていってんのかなっていうね、のが正直あって、俺地方豪族討伐って言ってるじゃんね、であいつはね、俺実は地元が岐阜で一緒なんだけど、あいつはその岐阜代表になる覚悟あんのかっていうね、まずそれ、プラス挑戦させろってね、何言ってんのって話、もうこれ俺からの指名だから、俺が選ぶんだから、でもあいつの気持ちは分かったし、ある意味ね、同郷の可愛い後輩でもあるし、やっぱ責任持ってしっかりなってから教育してやんないとっていうのはあるからね、今答えはないけど、あいつにも言ったけどね、後日会社からも連絡を待ると、そういうことです。 We can do it!
今の世界を見せてやる。全日本プロレス待ってますよ。初めてだね。ああまあまあよくわかんないけど、まあ、まあ新木場だけの、まあ、ボーナストラックみたいなもので、はい、まあ楽しかったんじゃない。じゃあ今後あんまりやりたくない感じですかね。いや案外大阪人だから好きな部類かもわかんないね。またなんだこのカメラ。なんだお前らは俺の人を撮ってるのか。どこの人たちだ。会ったことない人たちばっかりだね。僕らの担当の団体にはいなかった人。そうだよ。こんなにいっぱいいたんだ。マタロウとかよ、あのなんだあの耳のスポーク船長みたいなやつとかいねえじゃねえかよ。でもなんかあの似た人種だ。似た人種だな。同じような似たようなカテゴリーでカテゴライズされる人たち。そうだ、これもスポーク船長みたいなもん。なんかマタロウとが混ぜたみたいな感じしてるもん。感じしてるし、このもメガネかけてるしね。あ、いたいた。なんかあのこういうの石の下にいる虫みたいなやつ。あ、開けるとこわさ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 って出てくるやつだよ。その感じ出てる。この人たち出てるよ。俺たち今日いいのかな、全日本に出てしまいましたよ。大丈夫かこれは。大丈夫か。まあいいよ、もう次呼ばれなくてもさ。もう一生懸命やったからね、もうね今日。そうだよ。あとなんかあの秋山ってね、あの人すごくいい人だったね。すごいいい人だけど、リング上でも言ったけど他人の気がしないんだよね。そうね。なんかどこがだと思う。どこに我々と類似点があると思う。なんで黙ってるの。君たちはもっと返し、君たちは言葉を失ったのか。なんだベルは国に忘れてきたのか。これアポロクリードのセリフだぜ。忘れてきたみたいな。忘れてきたみたいな。もっと、まあ、あんたたち聞くばっかりでさ、たまには引き返せよ。返してみよ。もう綺麗な言葉を並べて質問してみろよ。そして答えてみろよ。何もない。何も出ない。しょうがねえな。なんだ俺たちいっぱい出したのにな。クソビビりやがって。まあでもなんか本当他人のような気がしないから。そうだな。もし機会があったらまたちょっと組んでみたいよね。そうだね。もしかしたらこう辿ってったら親戚かもしれないぞ。あ、まあ、あ、まあ、一番上行くと大体あの、ね、あの天皇陛下とかで一緒だね。なるから。そうだ、そういうことだ。そうだ、今組みましたけど対戦するって喋れんじゃねえかよ。なんで今喋んだよ。さっき組めよ。さっき遅いの。遅い。何 あんだって組むのもいいと思うんですけど、対戦するってのはいかがですかね。秋山さんと勝てるわけねえだろ。バカバカ組んで戦ってた方が体が楽でしょ。あい、お前だから戦っちゃいけないんだよ。わかるか。あのアメリカと戦わないために安保とかあるんだぞ。そうだよ、そうだよ。俺たちはあんなでかいのと戦わないために俺たちは決して中国になってはいけないんだ。そうだよ。だから僕らとこう条約を結びでは。そう、俺たちだ。これ日本人だから。そう、日本人だから ね、ああいうのこうね、だどう考えても勝てないだろ。勝てないでしょ。そうだから、トランプについてる安倍晋三みたいなもんだよ。そう、そういうことだ。もうあとはもうないのか。終わりか。もうないのか。よしよし。じゃあまた呼んでもらえたらまた来るかもしれないからね。お前ら投げるな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 。助けて助けて。殺人起きる。殺人が。なんだよ今の。びっくりした。いい人だって褒めてたのに。秋山純なんて全然悪いやつだ。悪いやつだ。もう俺たちは呼ばれない。撤回。もういい、もういい。もう帰ろう帰ろう。もう次呼ばれる時は戦わなきゃいけなくなるから。もういい。よし、まあもう帰ろう。よし、お前ら今日はあ、まあまあ全日本出たけど次出るか分かんないけど、こんなもの見てるやつなら死んで地獄に落ちて今度生まれ変わったらウジ虫になるぞ。じゃあさよなら。まずやっぱ9月3日ホールで負けてたんでね。一つやり返した。まあ正直、うん、今日も勝ったんで、あのリング上でもあの、はい、行ったんですけど、前回まぐれなんで、はい、でもまぐれで1回負けてるんで、でも何回やっても多分あのもう結果は一緒だと思います。はい、正直もう正直俺らの方が正直強いと思います。はい、うん、まだまだねやり足りないんで、もっとバチバチ。ああ次のホール感情ぶつかるしましたいですね。そうだ、まあまだ今回は分かったけど、まだまだバチバチやっていきたいと思います。まあシングルでもタッグでも何でも、うん、なんか借りがあるんで何回でもぶつかってきたいと思います。OK、やりましょう。はい、またやろう。ありがとうございました。